こんにちは。伝統工芸士の小岩井龍馬です。長野県上田市の伝統織物上田紬の作り手をします。シャインマスカットと書きまして長野パープルと解きます。その心はどちらも大好きです。チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今日は一人着物座談会と題しまして、僕が一人で着物に関してあれこれをまったりとお話したいと思います。で、今日テーマにしますのは着物雑誌の裏側についてです。で、なんでこれをテーマにしようと思ったかって言いますと、今年のね、秋発売の着物雑誌美しい着物にうちの工房の上田紬を載せていただいたんですね。で、それは以前動画でも発表しました。そちらもよかったらご覧ください。で、最近ですね、隣屋さんでからお聞きしたんですけれども、別の着物雑誌、着物サロンっていう着物雑誌があるんですけど、そちらにもうちの着物載ってるよっていうふうに隣屋さんから聞きまして、で、どれどれって見てみたら確かに載ってたんですね。ですね、まあこのね、この秋美しい着物と着物サロンと2大着物雑誌にね、載せていただく機会がに恵まれましたんで、この機会にと思って、着物雑誌の裏側についてちょっとお話しできればなというふうに思いまして、テーマとして取り上げることにしました。で、まあそうですね、ちなみに着物サロンの着物はダン・レイさんがね、とても綺麗にね、素敵に着こなしてくださってます。で、その着物サロンの着物は、まあ、うちが作ったのうちなんですけど、それを問屋さんに納めて、で、その問屋さんから仕入れてくださった呉服屋さんが着物雑誌に載せてくださってます。名前を出すとはんなり浅草店さんっていうところですね。ですね、その着物サロンの着物に関してはうちじゃなくてね、お問い合わせはんなり浅草店さんにね、お問い合わせしてみてください。概要欄にはんなり浅草店さんのリンクや、あと動画もされてるそうなんでね、YouTube の動画のリンクも貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。で、余談なんですけれども、はんなりさんの社長さんは以前うちの工房にもお越しくださったことがあって、呉服屋さんでも本当に、僕が今まで出会った呉服屋さんの中でも本当にトップクラスのね、着物の、まあ、染色とかね、そういう着物のものづくりとか着物に関してのね、知識が豊富な方なんですね。本当にお話していて、あ、呉服屋さんでもこんなに詳しい方いらっしゃるんだ、ちょっとびっくりした記憶があります。はい、それだけやっぱり着物に関して熱い気持ちを持った社長さんなんです、はんなりのね、社長さんって。で、そうだ、とてもまあ商品のラインナップもね、こだわりがあって、で、テレビのね、衣装協力とかもされてるったりするそうでね、だからまあもし僕が東京でね、着物好きで東京に住んでたら、間違いなく行きつけのね、お店の一つには加えたいところですね、はんなり浅草店さんっていうのは。はい、それだけこだわりのラインナップで、で、お値段もね、社長さんの理念で、まあいいものをリーズナブルにお客様に届けたいっていうね、理念があるところなんで、まあお値段も適正価格なので、高くなくて適正価格で、もちろん高いものはねありますけど、それはちゃんと手間のかかったものもありますけど、やっぱりリーズナブルのはちゃんとリーズナブルで、まあ、適正価格で、出してますんで、そこもやっぱり素晴らしいなっていうか思いますんで、まあお近くの方、東京でね、お住まいの方いらっしゃいましたら、よかったらお店にもお出かけください。なんか宣伝みたいになっちゃいましたけど。で、それで、まあ、着物雑誌の裏側なんですけど、着物サロンね、ダンレイさんがお召しくださってる、はんなりさんがね、出してくださった着物、うちの着物なんですけども、それは、まあ、豊山経由でね、おろしたんですけども。で、それは、元ネタっていうか、元は、僕が10年ぐらい前に作った作品があるんですね。街の明かりっていうタイトルで、紫と黄色のね、グラデーションの作品なんですけど、で、紫が6段階に濃い色から淡い色に染め分けて、黄色も6段階に染め分けて、まあ、計12種類のね、色の深みがある、それをグラデーションにしていくっていう、とても手間のかかった、作品なんですけれども、で、それを見た、ご覧くださった問屋さんが、あ、こういう感じのね、着物をちょっと作ってもらえませんかっていう、それでご注文いただいて、お作りしたのが着物サロンに載せていただいた着物なんですね。まあ、全く一緒じゃないんですよね。全く一緒にしてしまうと、やっぱりかなり手間のかかった着物なんで、それだけちょっと値段も高くなってしまうんで、まあ、その感じが、色味は一緒で、で、そのちょっとグラデーションを抑えてっていうかね、
まあ、手間をかけずにっていうところで、まあ、コンパクトにまとめて、それで作らさせていただいたのが、あの、着物なんですね。で、なんつうんだろう。着物雑誌って、他の、例えば、洋服のね、アパレル系の雑誌とか、と大きく違うのは、洋服系の雑誌って、ファッション雑誌って、新作じゃないですか。この秋、一押しの流行色とか、流行のね、ファッションみたいな。でも、着物雑誌に限って言うと、新作のものももちろんあるでしょうけど、そうでないものの方が多いっていう、割と昔のクラシックなっていうか、クラシックまでアンティークとかまでいかないんですけど、そこまで新作じゃないものもね、結構出たりするということなんですね。それが洋服雑誌と違う大きな違いかなと思って、で今回着物サロンに載せていただいたあの着物は、確か僕うちで作らさせていただいたのは 2,3 年前のね、2,3 年前に作って、2年かな3年か、まあ、そのぐらい前ですね、に作って問屋さんに納めたものですね。だその作ってからまあ2、3年ぐらいのね、あれがあるわけですよ、開きが。それでやっと雑誌に載ってるということですね。でもっと言うと、あの今回美しい着物にね、うちの工房の名前に載せていただいたあの着物あるんですけど、あれはねもう本当にね10年以上もう20年近く前かなに作った、まあ本当に定番のね人気の着物なんですよ。だからまあ作ったの20年ぐらい前、少なくとも10年以上は前、もっと言うと20年近く前かな、本当にだから結構前なんですね。でもそれがあの今年の秋に載せていただいてるということなんです。それがなんか一般的な、まあ、洋服のねアパレルの、まあ、ファッション雑誌と違う大きな違いかなと思って、着物雑誌っていうのは結構前のね、アンティークまでいかないまでも、まあ、結構前の着物も載せているって。まあ、それはなぜかっていうと、やっぱり着物のね、と洋服の大きな違いっていうか、洋服っていうのはシルエットもねいろいろありまして、流行色もあって流行りすたりが激しいですけれども、着物って、まあ、変な話流行りすたり、まあ、形は一緒ですから、仕立てのねあれはで、色合いもそんなに流行りすたりってそこまでないじゃないですか。もちろんまあ最近は無地感のものが人気とかそういうあれはありますけれども、でも昔の以前のものが古臭いっていうかね、そういう風でもないじゃないですか。それはそれで定番の色としてね流通してるじゃないですか。で今流行りの色もあってっていう形で、だから流行りすたりが洋服ほどないっていうか、のが着物の特徴でいいところだと思うんですね。だからまあ10年以上前作られた着物でもこうやって今の時代ね、10年後になっても載せても全然色褪せないものとなってるっていう、それがやっぱりねいいなと思って、素晴らしいなと思うとこですね。おそらく他のね産地のものもちょっと前に作られたものをね載せてるものも結構あると思うんで、まあ、それが着物雑誌のね裏側というか、そういうええなとこかなと思いまして、今回お話しさせていただくことにしました。だからそうですね、そういう意味では着物ってやっぱりいいもんだなと思いましたね。はい、ということで今日は、一人着物座談会と題しまして、着物雑誌の裏側についてお話しさせていただきました。よかったら参考にしてみてください。以上、伝統工芸士の小岩井龍馬でした。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは染色の工程、着物の豆知識、着物業界の裏側など作り手目線で着物に関するお役立ち情報を発信しています。よろしければチャンネル登録お願いします。